見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。10月4日、岸田文雄氏64が第100代内閣総理大臣に選出された。新閣僚に負けじと注目を集めているのがファーストレディーとなった裕子夫人57だ。は岸田氏が自民党総裁選に勝利した直後に裕子夫人を直撃した。以下、そのやりとりである、ファーストレディーになりますが、率直なお気持ちを、これから一層、気を引き締めて臨んでいかないといけないと思います。主人も総裁という要職につき、これまでにない重責を担うことになりますので、しっかり支えたいです。岸田氏に何をお伝えしたいですか？まずはお疲れ様でした、と伝えたいと思います。家に帰ってきた時はほっとできる時間を作ってあげたいです。裕子夫人は広島県出身。不動産会社の社長令嬢として、中高は地元のエリート女子校に通った。卒業後は東京女子大学に進学し、寄宿生活を送った。卒論のテーマは、源氏物語、だったという。大学の同級生が言う、1年生の頃、研究発表のグループで初めて会いました。とにかく明るくて、いつも笑顔、綺麗なのはもちろん、洗練された方でした。研究発表のグループリーダーを務めていたのですが、テキパキ指示するというよりは、和を重んじるタイプでした。別の同級生が続ける。東京女子大には昔、星稜と東稜があったのですが、裕子さんは星稜に入っていました。今でも覚えているのは、寮でクラス生徒が体調を崩した時に薬や水を届ける姿と、寒かったら私の毛布を貸しましょうか、と声をかける慈愛に満ちた眼差しですね。学業は優秀で特に英語が堪能でした。他の子の英語の課題を深夜まで手伝ってあげていることもありました。誰にでも分け隔てなく優しく接する方でしたよ。岸田首相とは88年にお見合い結婚。33年にわたり、政治家人生を支え続けた、16年、広島県で開催された G7 外相会合では、各国の外相夫人をアテンドするという大役を担った。普段は控えめな性格ですが、旦那のこととなるとつい頑張りすぎてしまう。外相会合の際は、絶対に失敗してはダメ、と自らを追い込んでおられましたね。母校に外相夫人を招き、高校生と交流する行事があった時には、日本語と英語の台本を用意して、何度も反復練習していました。本当はナイーブな方なのに、メディアや要人の前では気丈に振る舞い、完璧に役割を果たすのです。宏池会、岸田派の議員夫人たちで行われる寄り合いでは、お高く止まらず、みんなに気を使う姿に好感を持つ人が多いですね。岸田派所属議員秘書、党役員人事や組閣では主流派閥や長老議員への配慮が染み、にじみ、くぐつ、傀儡、政権、と批判されている岸田首相。逆風が吹く船出となったが、夫人効果は絶大だ。ジャーナリストの鈴木哲夫氏が言う、岸田氏は自身の知名度や支持率のアップ、人柄を知ってもらうために夫人を前面に出しています。総裁選の時にも、SNS を使い家族で配信を行って、若年層の好感を得た。今後もメディア戦略や外交などで裕子夫人が活躍する場は増えていくと思います。コロナ対策や政策など岸田政権は前途多難だ。そんな夫を支えるため、裕子夫人は完璧にファーストレディーの役目をこなすに違いない。2021年10月22、29日号より、デジタル。